に対して獣医的処置で、結構ね獣医さんがね犬歯を削るいうのをね勧められたりするんですよね。犬ってねやはり最大の武器が犬歯なんですよね。侍で言えば刀、で兵隊さんで言えば機関銃でね、ガッと何か嫌なこととか、主張して噛みに来たと。そしたら今まで、噛んだ経験のある子って犬歯の入るグッっていう感触、噛みついたぞっていう感触、敵を倒したっていう感触なんですよ。それと一緒なんですよね。それが犬歯を削るいうことで感触がなくなるんですよ。のでもっと興奮するんですよ。人間もそうでしょ。何かとどめを刺しに行く、まあないと思うんですが、何かここで決まりやっていうとこであれって思ったら、もう一つ輪をかけて、強い気持ちになるじゃないですか。それと同じこと起こるんですよ。それはやめとく方がいいです。あととんでもないことになることが結構あります。 100% じゃないけど、噛む行動に対しての処置じゃないです。はい、明けましておめでとうございます。なかなか動画出せなくて申し訳ないです。みりんちゃんその後っていうことで、ちょっとご報告かけて兼ねてですね、それと、新年のご挨拶っていうことで動画を撮らせていただいてます。はい、みりんちゃん散歩、この通り楽々散歩ですね。ただやっぱ橋によると匂い嗅いじゃう。まあちょっと行きましょうか。橋によると匂いを嗅いでね、ちょっと右行ったり左行ったりとかね、こういう風にねしちゃう感じですけど、指示入れてねやれば、まあ引っ張ることはまずないですね。後ろうろうろすることは結構あるけど、こんな感じです。本当、綺麗に歩いてくれます。おいで、あれから、2、3回、ちょっとね、凶暴化っていうか、急に興奮しちゃってね、急に興奮しちゃって、ガチガチガチって、やっぱりね、一発噛みじゃないんですよ。興奮してすごく噛み、何回も噛む、噛み直し、これ後で説明します。なぜこういう噛み方になったかっていうのをね、散歩帰ってからちょっとね後半で、お話しさせてもらいます。それで3回、別に手は怪我しておりません。お箸とかスプーンとか、あとリードですよね、リードとか噛まれてます。はい、ご飯やるときにお箸でやってて目があってどうなるかなと思ってたら、やはりガガガガってなって、で噛みに来るタイミングとかもう確実に分かってるんで、大丈夫。でもね薬が抜けてちょっとね野菜中心の食事にしてるんですよね。セロトニンをちょっとね、分泌させたいっていう意味でちょっとね腸を動かして、散歩と、野菜の力でセロトニンをねちょっと出してやっていうことで、でちょっと、タンパク質アミノ酸を取らせてできるだけセロトニンをね出させてっていうことでちょっとやっておれば、かなり興奮するのがなくなってきましたね。でセロトニンのお話は、またねやろうと思ってますが、一度動画出してます。セロトニンっていうので検索、僕の、YouTube チャンネルを検索していただいたら、出てきます。でそれでねどういうことかっていうのはね、ちょっとね見ておいてください。また概要欄にねちょっとリンクを貼らせておいていただきますね。芝とか興奮気味な子
セロトニン大活躍させたってください。結構マシになります。はい、それとやっぱり飼育環境ですよね。飼育環境と接し方、それもまた動画に出しますが、トータル的に、問題行動ドッグトレーニングについてっていうこと、再生リスト作ってますんで、そこを見られると、興奮のコントロールとか、あと接し方をどうしていけば、主従関係と信頼関係がきれいにできていくかということをね、全てお話しさせていただいております。ですからね、またこれも、再生リストのリンクを貼らせていただきますんで、そちらの方をまた、ご視聴いただけたら、問題行動でね悩んでる飼い主さん、改善していくと思いますんで、かなりの方改善しております、僕の YouTube 見られてね。ですから、またね、興味あられる方とか困っておられる方は、検索してみてください。それと、メンバーシップ、チャンネルメンバーシップをねさせていただいております。で、その中で一番お高いんですが、2990円っていうのの金額を提示させていただいて、犬の問題行動を改善する会っていうのを作っております。で、その中でね週1回、犬の問題行動についての相談会をさせていただいてます。それでね、また、そこで、相談していただき、もしも、手に負えない場合は、相談者のみになりますが、施設に来ていただいてね、セッションとかそういうこととかね、あとオンラインで僕とつなげて、いろんな問題行動を一緒に改善していこうっていうようにやっております。ですからね、もしもうまくいかないとか、もう本当に困ってるんやっていう方ね、一度ね、メンバーシップになられて、相談いただけたらと思います。はい、散歩はねこういう感じでやっております。はい、また後でね、フィールドに話していろいろお話しさせていただきます。それでは。散歩帰ってきました。今日もまた風強いんでね、ちょっとここでお話しさせていただきます。ね、ガチガチガチって噛むっていうのをね、ちょっとね訳を、お話しさせていただこうと思うんですが、あのね、この子ね牙を削ってるんですよね、犬歯。ほんでね、噛む犬に対して獣医的処置で、結構ね獣医さんがね犬歯を削るいうのをね勧められたりするんですよね。それで、どういうことになるかっていうとね、あの犬ってね、やはり最大の武器が犬歯なんですよね。侍で言えば刀、で兵隊さんで言えば機関銃なんですよ。で、それをまず使いづらくされるっていうことなんですよね。だから、刀を短刀に変えられるみたいなね、果物ナイフに変えられるとかね。で、機関銃を結局もうピストルに変えられるみたいなね感じなんですよ。そしたらどうなるかなんですよね。この心理状態って分かります？犬がまだ刀を持ってる、剣士を持ってると思ってね、ガッと何か嫌なこととか、主張して噛みに来たと。そしたら今まで噛んだ
経験のある子って剣士の入るグッっていう感触、噛みついたぞっていう感触、でやはり動物なんで獲物を捕らえたっていう感触ですよね。がっつり、がっつり捕らえたみたいなね、感触になるんですよ。それがまあ侍だったら刀を振りそぐってあーってブチョッとね人を切ったっていう感触なんですよね。で兵隊さんなら機関銃でダダダダダダダと撃って身を守ったみたいなね、敵を倒したっていう感触なんですよ。それと一緒なんですよね。それが剣士を削るいうことで感触がなくなるんですよ。捕らえたっていうね。でどうなるかって、あれまたやられるなんですよ。今度やり返される、命が危ない、そしたらまた噛むんですよ。でまた噛む、また噛むんで自分の危険を感じて、噛みついてるわけなんで、それがもっと危険になる、もっと危険になる、これを話したら自分がやられるみたいな感じで、それともう一つは噛みついたでもダメ、感触がないっていうのでもっと興奮するんですよ。人間もそうでしょ。何かとどめを刺しに行く、まあないと思うんですが、何かここで決まりやっていうとこであれって思ったら、もう一つ輪をかけて、強い気持ちになるじゃないですか。それと同じこと起こるんですよ。そしたらどうなるかというと、ガツ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 って噛むんですよ。興奮して、どんどん興奮してくるんですよ。で普通の犬って、ブル系はちょっと除外なんですが、普通の犬ってガツって噛んだらうーって興奮してるんですが、そのうちに病んでくるんですよ。とどめを刺したぞっていう安心感で話してくるんですけど、それがどんどん興奮してくるんですよ。ほんで噛みついてるっていうのがないから、どん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 カカカとこういう噛み方になるんですね。ほいたらどうなります？ぐちゃぐちゃ髪になるんですよ。ほいで剣士を削った子が次噛んできたらどうなりますっていうのを、僕いろいろ今までの経験上ね、携わってきた、犬たちの飼い主さんに聞くと、剣士を削る前より剣士を削った後の方が怪我がひどくなった。ふくらはぎをぐちゃぐちゃに噛まれた人とか、太ももをぐちゃぐちゃに噛まれた人とかの、こんなことになったんですよっていう写真を見せていただいてるんですよね。だから、その僕言うには、その剣士を削ったから言って解決にならないじゃないですか。噛む行動に対して剣士削るいうことは、飼い主さんが牙刺さらないようにっていうことだけなんですよね。で牙刺さらないっていうのも、歯があるから、で剣士も残ってるんで、結局はひどい怪我になっちゃう可能性が高いんですよ。でこの子もそうなんですよ。噛みついてダメだから、ほんでグッと剣士入れても入れへんから、グッと噛みついて、ほんでちぎっちゃうんですよこの子ね。そういうことになっちゃってるんですよ。だからその獣医的処置でよく剣士を削られるっていう獣医さんの案がありますけど、それはやめとく方がいいです。あととんでもないことになることが結構あります。 100% じゃないけど、噛む行動に対しての処置じゃないです、はっきり言いまして。噛む行動っていうのは噛む原因があるんで、そこを改善していかなきゃいけないのに、その場しのぎのこうすれば怪我が少なくなるやろうなんですよね。でも犬の顎の力って人間の手の力より何倍も何十倍も強いんですよね。だから人間の手のように考えたらダメです。で人間の口のように考えたらダメです。本当にもっともっとひどいことになっちゃう可能性が高くなりますね。だから、剣士を削るのはちょっとやめた方がいいと思いますよ。とんでもないことになってる方が多いです。本当に興奮させるだけなんですよね、噛みついてからの。だから、
それより興奮気味な子は興奮を、日常の興奮ですよね、それを下げる努力、うん、環境づくりと接し方ですよね。で、主従関係、信頼関係を持つ、もっともっと強く結んでいく、うん、それとあと、何か原因があるんで、その原因を改善してやるっていうことをおすすめします。はい、ちょっとね気になったんで、動画で話しさせていただきました。それでは、いつもいつもありがとうございます。それでは失礼します。はーい、